すごく簡単に火がつくんだね。この前の火起こしとは全然違う。また左右半身が、いやめちゃめちゃ燃えてる急に来た。あ、でも綺麗だね。はい、どうも VGP のホチョです。できたんです。シティルール、細かい鉄線のねものなんですけど、鉄線ですね、これ、はい、電池1個で火がつくと。電池1個で火がつく。そう、キャンプで火種がないときに使える便利テクをご紹介します。危ないけどね。危ない。とりあえずちょっとスチールールをふわふわにしてほしい。あ、はい、こんな感じでいいの。あんま固まってない方がいい、丸くほわほわに。重さがね変化がある。今ちょっと 2.75、 しっかりとこう 2.75 と、ね、はい、じゃあまた火をつけるだけです。はい、電池でいけ。ほう、つけるだけで電池をゴッてするだけで。あ、しかも綺麗だね、燃え方が。燃え方が奥に潜っていった。もう一箇所ぐらいやったね。すごく簡単に火がつくんだね。この前の火起こしとは全然違う。あんなに苦労してあーって言ってたわ。電池ちょっとするだけで、あー癒されるわ。すぐ火がついちゃうって怖いよね。確かに、まあ、危険というのは危険ですね。うん、火花散っちゃうし。あー綺麗だわ。グラムが、おっと、お、全然上がってる上がってる。最初 2.75 5 だもんね、だったんですけど 2.77。 よいしょ。ああ、全然燃えてない。色が全然違うもん。えい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 、燃えるね。楽しい、永遠に遊べる。散るね結構。あ、2.8 グラム、6かな。あ、だいたい0.1 グラムくらいは上がってね。実はもう終わったんですけど、はい、あ、終わったね。私個人的にこちら信玄を作ってみました。みかん、みかん、みんなそれ言うの。こいつの名残らしいんですが、燃やしたほら、これなんだっけ、扇というか采配の、采配の風林火山って書いてある。あります、これ。それをモチーフに作って。ついた、ついた、悲しい。あ、我が子が。下上もつけるね。下からどんどん我が子が。悲しいよ、燃やされていく。あんまり広がらないか。あ、来てる。旗の部分、旗じゃねえ、なんか扇みたいな。あ、左、右半身が。風を送ったら燃えるか。あーあー、あー、そんな、いやめちゃめちゃ燃えてる急に来た。あ、でも綺麗だね。いいじゃないですか、クリスマスイルミネーションのことか。あー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 悲しい、心が痛む。熱いわ。熱いですか、あの火が。ああ、そう、あ、最後の兜かっこよく作ったのに真っ黒。あ、いや鉄線だからウニウニ燃えてるの。そうですね、なんか青い信玄になった。青い信玄、青銅の信玄、青銅の信玄、強そう。はい、じゃあ解説パートに入りたいんですけど、まずね、火をつけるのに電池を使ったと思うんですね。はい、電池をちょんちょんってする。そうで、電池、ま、普通は何だろう、豆電球をつないだり抵抗をつなぐんだけど、今回は何も直接つけたから過大な電気が流れちゃったんだよね、このこいつとこいつに。あ、直接抵抗とかを、そうそう、返さない分ちょっと強い電流がかかっちゃって、でそれがまあ熱エネルギーになって燃えちゃったよっていうのが今回のね、電池の仕組み。危ないね。そう、危ない、結構危なかった。なんで燃えたかっていうと、よいしょ、解説パネルになります。はい、まあ普段ね、こう釘とか工事現場とかにね、あるのは、まあ、置いといても燃えはしません。まあ、燃えたら怖いよね。で、まあ、今回スチールールを使ったんだけど、はい、まあ、スチールールはね、すごい細かい、ちっちゃい鉄の線で、表面積が大きいと。うん、まあ、釘とかよりもね。そう、全然違うから、ね、うん。だから、まあ、空気中の、ね、酸素と反応する粒子数が明らかにね、多いんですよ、こっちの方が。だから、酸化反応がいっぱい進んで燃えちゃったよっていう。なんか
なるほど。酸素の反応の数ですね。例えばこの電池をそのまま釘にビッてやっても燃えるわけではない。そうそうなるほど。はい。つまり表面積が今回の味噌でした。はい。というわけで今回はあれですね。キャンプのサバイバル術をお伝えしました。そうだね。今スチールウールとか電池一緒に保管してる人はとても危ない。危ない危ない。だからショートみたいな感じになっちゃうから、これは分けて保存してください。本当に危ない。というわけで、はい、まあ、また面白いネタを持ってきたいと思います。はい。というわけで次の動画でお会いしましょう。さよなら。